あ行きましょう。県道愛知10号線まあ、周辺にもまだ愛知県のあるんだけど次回に撮っておきます。次はね信州平屋、ここから20分ほどと出てますので、そちらに向かいます。なるべく同じ道をね戻るよりは違う道を走った方がいいので、日もね若干傾いてきて本当涼しいね。ネバ村、あ、ネバ村だからなんか道の駅にねネバーランドってあったのか、うまいことやるな。トウモロコシあります。8本1000円。8本1000円が安いのか高いのか僕にはちょっとわからないですね。
これを左に。あれナビどうした？あ、そうか、繋げてなかった。デバイス1接続。およそ300メートル先、右方向です。はい、これを右方向、うん、どうなんだこれ。こっちってことか。いや、いい道だな、これも。川はいいな。山の感じがいいね。まあこんなね、風景が多分山に行けばいろいろあると思うんだけど、近場でこういうのがあると嬉しいね。あー、涼しくなってきた。なんか涼しくなってきた。あー、気持ちいい道。
所要所にね、途半車線もしっかりあるしね、まあそれだけ上りってことなんだろう。ほら23度ですよ、これ最高じゃない。もう日曜のこの時間になっちゃうとやっぱりみんな帰っちゃう。
イクいるぜ。出口が右側です。広いねここも。おお、広いな。バイク何あっちなの。目的地は右側です。お疲れ様でした。そこら辺、ああそこら辺か。地味にわからん。バイクの置き場所がこっちか。うわ、馬がおる。すげえな。あ、ポニーもおる。なんだここは一体。馬だ。さあ帰りますかね。帰りは北上して19号線で帰ります。まあ今日はこのぐらいでいいね。大体1時間です。楽しく帰りましょう。名古屋から91キロ。いやー涼しい。ちょっと若干ちょっとブルッと。ぐわーっと、すげえループしてる、なんか。へえ、かっこいいなこれ。しかも山深いこの感じ。日はもうね、陰ってますね。この山あいは傷んだ橋を直しています。本当ご苦労さんだよね。まあこっち側綺麗になってるね。20度。そりゃちょっとこの装備じゃ涼しいわ。これ速攻ありってさ書いてあるから、多分ここ冬は雪に埋もっちゃうんだな。涼しかったけど、これだんだんまた降りていくと気温が上がっていくんだろうな。
1073メートルあるんだね、ここね。サムハラ峠。いや、それは涼しいわけだ。